これかぶっていればシャンプー目に入らない。お風呂に入るときに使う。入れよ、お風呂入れよ。これ仲間にしたキャラクターでエンドは変わるんだね。コレクション、これが上級のか。武器の細かい説明とかも書いてあるね。回想シーン、エンドのとこしか見れないのか。チャレンジモード、へえ。ちょっと他のエンドも見たいけど、もう一周やんなくちゃいけないのか。とはいえ途中のストーリーとかも変わってくるから、ラストのあそこで誰を仲間にしとくかだよね。これなんだかんだで初日が一番大変かもしれない。ハンドガンでいなきゃいけないから。うおー、ある程度カットかな。2周目だし。いかに最初に、お金を貯めて仲間か装備を買うかだね。仲間が大事だね。早めに仲間が出てくれるとだいぶ楽になりそう。ああ、エノスが血を流してる。この子のことはしっかり見ておくこと。ぼーっとしていて怪我しても気づかないよ。血が出てる。うわあ、丸風車のこの顔かわいい。夕飯のジャム、冷え。別の意味のジャムッターじゃなくてよかった。で、エノスをどこまで連れていくかだね。今、エノスレベル3まで上げてるけど、上級系の方がね、もちろんクリアには役立つけど、ただ、各エンドを見るためには、この子で行くしかない。チャンスカード引いて連射のすごいの引いたらサブマシンがこんな連射速度になるんだ。プルルもう別武器だよ。サブマシンガンなのにショットガンみたいな出方してるし、気持ちいい。まだ来る。ちょうどいっぱい敵が来るターンでよかった。今回はステータスばっかり上げて、消費設置物や武器は扱わずで、仲間もエノスから変えず、あと壁の防御力も上げてないですね。ショットガン、上級ショットガンもいいな。経営期間中、今回はステータスを重視してあげてるから、どの武器を引いても割とすぐにすんなり対応できそうだ。ごめん、そうでもないかもしれん。まずいな、壁防御力上げてないから結構きついところがあった。とりあえず雑魚の殲滅を。お、これまずいんじゃないか。あれー、これリトライしたところで、これ前のところから始まるのかな。上級アサルトライフル、こっちの方がいいかもしれん。連射力がないとこの丸い弾を落としづらいからね。壁防御力上げてなかったのはあるんだけど、運良くなのか悪くなのか、今回のプレイではね、普通に壁防御力アップのもうね、ほんの数回しか出なかったんですよね。だから上げようとしてもそもそもそんなに上がってなかったっていう。押し切れた。優秀な衛兵。基本的にはストーリーは一緒で、
仲間キャラのお話が変わるぐらいだけど、今回はエノスとの会話はなかった。サブマシンガンの集団性能がマックスになったらほぼ一直線。だいぶ変わるね。シャンプーハットじゃん。節目のボスを倒して、なんだい、頭にかぶっているあれ何どうかした？いい帽子だね。これシャンプーハット、日本って国の雑貨。これかぶっていればシャンプー目に入らないお風呂に入るときに使う。入れよ、お風呂入るよ。へーへー、でも今日はもうお風呂入ったよね。なんでこった。エノスいいな、いいキャラしてんな。ちゃんとシャンプーハットが飾ってある。犬、初めて見た。部屋に犬が増えます。ゲームに影響なし。そういうのこそ入れるべきでしょう。おはようございます。機械の犬、向こうにもいる。あれは犬なのかクレジットショット、そろそろ使ってみるか。今85もあるからね。所持金が多いほどなあ、連射できる。気持ちいい。結構いい連射力じゃないか。ううう、惜しい。これを閉じてなくなっちゃうのが惜しい。あ、いや長かったね今。犬だー、かわいい。何の意味もない、何の意味もない犬、かわいい二面のボスも終わり。爆発して今度は自身が襲われる。ライカさんのシナリオを見るのもありだけど、とりあえず今回は仲間キャラこのまま行くか。お、ステータスマックスとなるともうお金が余ったから、どんどん設置物、防御力アップもそうだし、バリケードとかあったかな。カード引き直しまくってここでライカさん見るってのもありだな。グレネードランチャー使ってみるか。まだ使ってなかったな、1周目では。14発しっかりと当てていく。でも連射速度を上げてて、これか。でもリロード速度も上がってるから、もうどんどん撃っちゃって、リロードめっちゃ早いからもう打ちっぱなしでいいや。となれば、リロードの早いグレネードは全然ありだ。楽しい。ぽよぽよぽよ。電熱砲。連射力プラスワン。あはは、ポン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 。なんちゅう爆弾魔、俺はボマーだ。最終日、あの触手のやつだね。空爆、あ、電熱砲使うとラスボスも一発なんだ。え、いいのそれまあ神はチェーンソーで殺せる世界もあるぐらいだし、別にいっか。抵抗してもダメだった。エノスごめん。かわいいエノス、マルフーシャ悪くない。一生懸命仕事を頑張ればいいと思ってた。
たくさん稼いで家族に楽をさせて褒められたかった。でも間違ってた。頑張って働いても稼げない、報われない、使い捨てられるだけ。なんか現代社会、どこでもいい。早く逃げればよかった。次はもっと必要とされる有能な人間に生まれたい。いやー、君は十分有能だったんだよ。環境が悪すぎだ。確かに私たちは優秀ではなかったのかもしれない。上から認められるくらいに優秀だったら別の結果になったのかも。でも精一杯頑張ったよ。報告。宿舎で抵抗していた兵2名を捕虜として確保。機械兵とともに引き続き残りの掃討を行います。確保されたってことは、うわー、これから拷問に遭うんだろうな。悲しすぎる。全部こんなエンドなのか。